エンジンとか推進力を持ってやっていく、スピードをね出していくっていうのもいいんですけれども、またゆっくりだからこそ景色をね、あの岩肌の細かい模様までゆっくり見ながらそれを楽しむ、自然を味わう、本当に素晴らしい至福の時間ですね。まあ自然を大切にしようっていうのは、まあ誰もがまあ当たり前に大切だよねっていう話ですけども、まあ、そのために自分が何かをしようと突き動かす、そのやっぱ原動力っていうのは、やっぱり自分が自然の素晴らしさを体感する、実体験する、もうこれに尽きるかなと思いますね。まあ何においても言えますけども、人を動かすやっぱり原動力っていうのは、まあ体験であったりとか、まあ実感っていう、まあこれに尽きるなと思うんですよね。まあ一番大きい原動力は感動だと。感動した時に人はやっぱり理屈を超えて、動き出すぐらいですから、やっぱ自然の素晴らしさを、自然を守って、また自然との共生、そのための活動を、まあそういう活動家だけがやるんではなくて、自然の恩恵を受けるすべての人がですね、まあこれからは、まあ、SDGs とか持続可能な暮らしって叫ばれてますけれども、まあやっていかなきゃいけない中で、やらなきゃいけないからやるっていう、まあそれもやらないよりはもちろんいいんですけれども、やっぱり自然の素晴らしさとか楽しさ、それをやっぱり実感し感動した人が、まあもっとね、喜びを持って働きかけていくことができるかなと思いますね。丸木舟の航海、非常に味のある楽しい航海でした。それでは、Be crazy!